ホームベーカリーに設定しますね。こちらはドライイースト、まあ小さじ1専用のところを入れますね。で蓋閉めて、次は設定だけ。ピザの生地は14ですね。じゃあメニューは14のところで、スタートだけ。スタート。 45分 できました。はい、こんな感じです。出します。温かいですね。あ、発酵してるから。そうですね、温かい。2つ分けますね。はい、布巾こんな感じやって20分休ませます。20分経ちました。 前より大きくなりましたね。今は一つ先に冷蔵庫に入れます。これ一つは伸ばしますね。少し強力粉はテーブルに、大体は25センチくらい伸ばしたいです。いきます。はい、できました。 次のピザ、シラスピザ作ります。先にジェノベーゼ塗りますね。シラス乗せます。チーズ、いきます。サムシーズ、これ何のチーズですか？モッツァレラチーズですね。はい、じゃあこのくらいで。 適当にちぎってパラパラと。適当。はい。はい、できました。二つ目、豚キムチのピザです。先ほど作った豚キムチ、これを乗せて。美味しそう。ではチーズを乗せていきます。これでいいかな？これでいいですね。はい。最後は。はい、パセリ。 2つ目のピザ、完成です。3つ目。はい、これはさっき作った、トマトソースですね。はい、エリンギ、ピーマン、チーズ。はい、完成です。最後のピザ、 リンゴピザです。今まで食べたことない、作ったことないです。作り方はすごく簡単。リンゴをきれいなのせます。リンゴで、次グラニュー糖入れますね。はい、完成です。はい、今から一つずつ焼きます。180度、 大体 15分ぐらい。 はい、焼き上がりました。いい香り。 1枚目のピザ、シラスピザです。気をつけて。ほら、おー、わー、できました。 はーい、はい、おー、 美味しそう、かわいい。
どうぞ。いらっしゃい。行ってらっしゃいじゃない。お邪魔します。